カルドセプコがお送りする一から始めるカルドセプト第2話はカードの使い方についてです。カルドセプトのカードは大きく3種類に分けられます。1つ目はモンスターのカード。空いているマス目に持っているカードからモンスターを配置して自分の領地にしたり、相手のモンスターに戦いを仕掛けることができます。2つ目はアイテムのカード。戦いの時にモンスターの攻撃力を高めて相手を倒したり、体力を増やして相手の攻撃を防ぐなど、モンスターを強化することができます。3つ目は魔法のカード。戦い以外の場面でカードを使って移動したり、マップに配置されたモンスターを攻撃するなど、対戦を有利に進めることができます。このような3種類のカードを50枚、自分の好きなように組み合わせて対戦を始めます。このゲームではマス目にモンスターを配置して、そこに止まった相手からお金を取ることが一つのポイントになります。でも、もし自分が相手の領地に止まった時、できることならお金は支払いたくない。そこで領地をかけて相手に戦いを仕掛けることができるんです。相手の領地に攻めるモンスターが先行、領地を守っているモンスターが後攻、攻撃側が防御側のモンスターを倒せば勝ちとなり、相手の領地を奪うことができます。それなら強いカードばかり揃えれば勝てるのではと思っていませんか？戦いはそんなに甘くありません。相手がアイテムカードを使って攻撃を防ぐこともありますし、こちらの攻撃をそのまま跳ね返してくることもあります。さらに強いカードには強いなりのリスクがあります。それがコストです。どのカードを使うにもコストがかかり、強いカードになればなるほどたくさんお金が必要になります。見てください、お金がなくなってカードが使えなくなってしまいました。情けないですね。肝心な時にお金がないということにならないよう、モンスター、アイテム、魔法、それぞれの能力やコストを考え、カードを選びましょう。今日のポイントです。カードの組み合わせはバランスよく。次回はマップとカードを組み合わせて稼ぐ領地の奪い合いについてお伝えしたいと思います。カードで戦うボードゲーム、カルドセプト。